ございます。あ、いらっしゃい。織田様、里江様がお迎えにお見えですよ。おお、里江、今帰ろうと思っていたんだ。昨夜の雨で多分藤屋さんにご厄介になられていると思いまして。ところで織田様、早いとこ盗っ人を捕まえてくださいな。昔取った杵柄で。無理を申すな。俺は隠居だよ。煩わしいことはごめんこむる。織田様、盗っ人を召し取るのはお役目を離れたとはいえ、高藤藩のご家来として当然のお勤めではありませんか。理屈を言うなよ、ご隠居。織田様が昨夜押し込みを追っていかれたお姿、全身に力がみなぎって、お目付のお役目の頃は格もありなんと。おだてとも無駄無駄。あ、杉村は？今朝早くお帰りになりました。帰った？はい、皆様ぐっすりお休みのご様子だからと。あいつ。じゃあ里江、帰ろうか。はい、失礼いたしました。世話になった。二言目には隠居。ああ、里江。はい。先に帰ってくれぬか。ちょっと思い出したことがある。あの、どちらへ？ああ、やぼよ、やぼよ。お帰りなさいまし。ご主人もやはり杉村様に疑いを。おそらく父も杉村様に。それではご主人とお姑の間に立って、あなた。私のことはどうでもよいのです。それより悶々としている父を見ているのがつらいのです。しかし里江様とご主人が腹を割って織田様にぶつかるしかないのでは。自信がありません。きっと釣りか不二家でお酒か。今の父は逃げてしまう気がします。どうしても隠居という殻の中に閉じこもってしまう。その殻を破らなければどうにもなりませんな。どうしたらその殻を破ることができますかね。ひょうたんから駒、やぶ蛇になるかもしれんが、絡めてから攻めるしかないか。おはようございます。この度は織田様と杉村様のお手柄おめでとうございます。これは心ばかりのお祝いに。こんな、いつもご迷惑をかけているのに。これもすべてはご老公様のおかげ。ご老公様？いや、何でもない。